NGC3184 は、大熊座の方角に約4000万光年離れた位置に、ある、渦巻銀河である。NGC3180 と、NGC3181 と名付けられた二つの、非領域を持つ。NGC3184 は、シゲモトソを多く含むことで知られる。1999年12月9日には、14、 東急の通型超新星 SN1999 ゲが発見された。NGC3184 で発見されたその他の超新星には1921バイト、1921C、1937回がある。疑似的超新星 2010DN を含む2010年6月2日の NGC31842010 年5月31日。 板垣光一が銀河核の33東61北に十7東急の超新星を発見した。これはおそらく高高度青色変更性の爆発であった。スピッツァー宇宙望遠鏡やハップル宇宙望遠鏡が NGC3184 を撮影した過去の画像では SN2010DN の祖先の星は見つからなかった。SN2010DN は ちょうど SN2008S や NGC300OT のように見えた。二日目、フィルターを通さない SN2010DN の等級は17.1に達した。これは、ピーク時の絶対等級として、約マイナス13.3に相当する。ありがとうございます。